私は舞踏家の制作です。私が舞踏で最初に教えられたことは、あなたは飼いならされた動作ばかりで生きていて、随分とひどい目にあったのじゃないか。その原因はあなたの肉体概念が体からはぐれているためだ。あなたは死ぬまで執行猶予の人生を送るんですか？それで本当にいいんですか？ということです。私たちの肉体は地球の自然の様々な風土によって作られました。さらにこの命の長い歴史によって作られたものです。誕生したばかりの体が初めて様々なものに触れて動き出します。しかし社会の様々なシステムは体の動き方や在り方を教育してきます。私たちの体の声は閉じ込められてしまったのです。気づけば搾取されるための道具にされてしまったのです。この失った体の声を取り戻すのが舞踏です。こうした考えがアンフィックスのみんなと共鳴し、3回のイベントを経験しました。まだ始まったばかりです。これから多くの方々とこの波を共有できることを切に願います。私が舞踏を始めたきっかけの一つには、この社会での生きづらさということがあります。私たちは今、魂を手放さなくて生きていくのが難しい社会に生きています。そしてこの社会の構造自体はそう簡単に変わることはできないほど強固な壁となって私たちを取り囲んでいます。貧富の差や自然破壊、差別により私たちの肉体と魂は瀕死の状態です。舞踏には瀕死の魂を肉体に取り戻し、生き生きとした世界を夢見る権利を私たちに思い出させてくれる力があると思っています。今はコロナ禍のためみんなで同じ舞台を踏むことはできませんが、舞踏というキーワードで集まったアンフィックスの仲間たちとともに、少しでも生きやすい世界にシフトするため活動を続けていきたいと思っています。Detroit, Wallace, Nurse